ライアン・セセニョンは、イングランド・ロンドン・ワンズワースク出身のプロサッカー選手。TSG1899 ホッフェンハイム所属。ポジションは、MF。サッカーベナン代表のステファン・セセニョンは、いとこ。双子の兄弟のスティーブン・セセニョンもサッカー選手。フラム FC の下部組織出身。2016年8月10日、フットボールリーグカップ、レートン・オリエント FC 戦で、 トップチームデビュー。この時わずか16歳と81日であった。1週間後のチャンピオンシップリーズユナイテッド AFC 戦でリーグ戦デビュー。さらに4日後に行われたカーディフシティ FC 戦で初ゴールを挙げた。これは2000年代に生まれたイングランド人選手が初めて記録したゴールであると同時にチャンピオンシップ史上最年少ゴールである。 最終的に全公式戦合計で30試合に出場し、7ゴールを挙げた。チームは昇格プレイオフ準々決勝のレディング、FC 戦に敗れプレミア昇格は果たせなかったが、セセニオンは史上最年少でチャンピオンシップの年間ベストイレブンに選出された。2017から18シーズンは DF ながら15得点を挙げフラムのプレミア復帰に貢献。この活躍から、 リバプール FC やマンチェスターユナイテッド FC などのビッグクラブからオファーが寄せられたが、ユースから所属しているフラムでプレミアを戦いたいという意志が強く、会長も売却を誇示していたことから残留した。2019年8月8日、トッテナムホットスパー FC と2025年までの契約を締結した。2020年10月5日、TSG1899 ホフェンハイムへの ローン遺跡が発表された。年代別のイングランド代表に選出されている。ありがとうございます。